はい、こんにちは。えー、しんてっちゃんの興味津々。いつもご視聴ありがとうございます。えー、っとね、もうね、4年ぐらいかな。もう4年ぐらい経ちますかね。あのー、根強いファンの方がいてね。まあ、その方からね、いろんな質問がね、出てるので、今日はね、質問にお答えしたいと思います。えー、っとね。えー、っとね。あ、僕の名前はね、あの、桑原ば也です。 あの、てっちゃんこと桑原哲也の正体ということでね <laughs> ちょっとねあのー、質問にね答えたと思いますえー、っとねえー、っとね私はねあのね自分がねメンタルの弱いヘタレ野郎というふうに自分で思っていますありがとうございます <laughs> ありがとうございますほんでね僕の病気はね異常性欲なんですよ 困ったアハ異常性ほん <laughs> でね僕ねえー、っとねえー、っとねえー、っとねあのね里みさんにね僕ねリンゴを催促してませんからあれで <laughs> 言葉のねキャッチボールあのねホテルをねあのー、ホテルをね1泊泊まらなかったらね70個買えますから <laughs> <laughs> 70個買えるのよと。 でねえーっとね、僕はね、入院はね,、えー、っとね松山日赤病院なんです。<laughs> 電話してきてね、トゥルルン、トゥルルンって、もし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 そちらにね、って電話するんでしょ。<laughs> 日赤でね、えー、西洋市のね、あれだったっけ、市民、西洋市市民病院で十分。なんですよ、本当は。<laughs> でもね、僕は嫌なの。 それははね、ね、あの一つは、ね、遊びたいからほんでもう一つはね母親から離れたいから <laughs> 面白いでしょこれがね理由なんですでね僕はね夜遊びが好きでねあの、夜遊びとかねこう遊ぶのが大好きでねみんな好きでしょ <laughs> 夜遊び大好きなのよでね僕ね灯油買う時もね1万円出しちゃったの。 だからね、1万円お金持ってると思われた。<laughs> 持ってるのが1万円。<laughs> 1万円でね、遠いかったの。でね、あとね、メンタルが弱いっあとね3、3月2日を前にね、夜、まあ、逃げというようなことも言われてたね。実はその予定なんですよ。<laughs> その予定なの、ね。パソコンは2台持ってるんです。パソコンは2台持ってるから2つを使い分けてる。と思うでしょう。 使うわけでないんですよ。馬 <laughs> 鹿バカでしょ。ほ <laughs> んでね、これね、いろんなね、あの、このね、僕のね、この熱心なリスナーさんはね、あのね、あのね、あ,ねあ、それとね、おろが死んだ後の遺産相続。これね、全部僕がもらうつもりです。はははははでしょ。ただね、ちょっとね、あのね、えー、っと、ストレス、いうかね、やけになって爆食い。 これね、やけになってのね、爆食いってね、すごい。あのね、やけになっての爆食いって美味しいんですよ。これね、美味しい。あの焼やけになった時の爆食いってね、味が非常にいいんですよ。だからね、これまで皆さんやってください。やけになった時は爆食いが一番。で、りんご1個100円。ホテル泊まらなきゃなら70個買える。ハ <laughs> うでね、何だったっけな。えー、っとね、あとね、僕ね、なるべくね、春馬さんとかのね、 写真とか使わないようにしてるんですよ。著作権とかあるしね。でね、僕の友達はね、このリスナーさんはね、あのね、YouTube のことね、どうもあんまり知らないみたい。知らないみたいなんだけど、知ったかぶりしてんの。へへへ、いい人だね、この人性格がね。あのね、名前なったっけなしレン、違うな。深海、違う、名前なったっけななんだったっけなぁ。ああ、僕ね、母はね、やつあたりとかしてないんですよ。 大好きなの母親 <laughs> ところがねあなたねこれねえー、っとね結構ねまともなことをねこの僕のリスナさんね XQ のツイッターとかでねまともなこと書いてることもあるんですけどね全く違うおででね僕ねあのねえー、っとね免許さえあればね、えー、私をね週に3回やってくれてる運転手さんもね白髪頭のドライバーなんですよ。 だからね、僕もねちょっとね、うん、仕事をねしようかなと思ってねちょっと僕も白髪があるでしょだからねこれ白髪頭で、えっとね、週に3回誰かを迎えに行く仕事しようかななんていうことを思ってるんですねでねこれ復習するとねあのねあのねえっとね、えー「メンタルの弱い、えー、ヘタれ野郎な私私、ね」でね「入院先は日赤電話ちょうだいね」あ、これで 病気はね、あのね、前後線じゃなくてね、あのね、異常欲なんです。はははこれね、これね、ちょっと心療内科の方がいいかもしれないと思うんですよ。でね、あの、腹腔、腹腔鏡でチュチュってやってね、2、3日で終わるんですよ。だからね、夜遊びをしようと思ってるんです。<laughs> 夜遊びしてね、夜遊びしようと思ってるんですよ。でもね、皆さんね、夜遊びはいいですよ。たまにね、夜遊びしないとね、体おかしくな だから、僕はね、夜遊びをね、夜遊びというかね、これね、言葉の表現の仕方があるんですけどね、あのね、中にはね、人を傷つけることを言っちゃダメっていう人いるでしょう。でもね、本人が気づいてない人結構多いんですよ。レンとか言う人ね。<laughs> レンはね、<laughs> レ,ンはね <laughs> レンはね、結構ね、年はいってるんです、この人ね。年は行ってるんですけどね、ものを歪んだ考え方を見るんです。でね、 僕ね、この人に直接聞いてないんですけどね、友達がね、非常にもう少なくて、あの、ネット上のね、ネットで知り合った、まあ、同じような価値観を持ったような人たち、まあ、この人たちがね、まあ、知り合いでね、あのー、僕はね、とにかくね、あの、異常性欲。これがね、あのー、持病でね、これをね、治さないとダメなんです。で病院は日赤ほん <laughs> でね、3月の2日をめどにね、 をね、しようと思ってる、ね、<laughs> これねなかなかね難しいね夜投,夜投げっていうのはねなかなか難しくてねどういうふうにすればね、えー、バレないようにそーっとこう逃げれるかなと思うしねほんでね今度ねホテル1泊泊まるのやめてねりんご70個買おうかとうあ70個買ったらね皆さんねあげますねちょっとねで里見さんこっちのりんごもねちょっと食べてみてあげるから。 でねあとね何だったっけなちょっとね質問が多くてね分かんなかったんだけどあほんでねこれねあのー、リスナーさんはね非常にねあの素晴らしいあのね人間歪んでる偽善者 <laughs> 偽善者だって <laughs> これねだけどねどうかな結構ね日赤でね異常 欲が治るかなそれを腹空鏡で治すのはね、どんなんだろう。西洋市民会館、じゃあ、西洋市民病院で十分だと思うんだよね。だからね、あのー、今ね、いろいろ考えてます。夜逃げ投風にしようかなと思ってるんですね。悩んでます。